皆さんこんにちは、サクヤです。さあ今回もサイバーパンク遊んでいきましょう。はい、ちょっとね、設定をねちょっといじくってきたので、フレームレート60ぴったりね、いける感じになりましたかなって感じ。まあ4K はさすがにきついんで 2K で遊んでいきます。保管庫、なるほど。ちなみになんか FPS 視点だとどうしてもこう下見たくなっちゃうよね。よし、では行こう、ジャッキーのところへ。 B、 レジーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって私の連絡先を？それに名前も。情報集めは得意な方なのよ。じゃあね、 B。 さあこれは売る。あー、そういうことか。多分この辺はね、まあパソコン版なので、まあ増やそうと思えば増やせるんじゃないかなと思います。 C、 で寄り道しなければなんかね、まあ、20時間弱でクリアできちゃうのかなって感じ。トランプ取らせろ。よし。あ、何か用？お前に用じゃねえ、トランプに用があったんだ。だ、行くぞ。こっちじゃない、あそこか。どうやって行く？こっちから行けるかな。このスタミナが結構ねいらないな。ずっとダッシュさせてくれ。ダッシュを止まるんじゃねえぞ。新着アイテム、これが帽子かな。ちょっと待ってね。これどうやっていくんだろう。キャラクター、うん、キャラクター、チェック。これ装備とかではなさそうだね。ジャーナル。このインターフェースよくわかんないな。これじゃないし、どうかな。どっから行くんだろう。ジャッキー。なんか投げた。あう、逮捕状発行。なんだと？ NCPD に指名手配され賞金をかけられる。マジかよ。私ではない。いや、間違って変なとこ押しちゃったからよ。どっから降りるんだよ。もう。勘弁してくださいよ、マジで。なんか投げちゃったと思ったらさ。あ、またかよ。いや、どこだよ。俺の逃げ道。だから道がないんだよ。あー、こんなの無理だよ。 B、 レジーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって私の連絡先を？それに名前も。情報集めは得意な方なのよ。じゃあね。あ、開いてる。さっき閉まってたよな、ここ。このポンコツが。あ、こっからだな。もういっそ全部投げ出して。間違ってもこのところで銃撃戦をやってはいけない。すごいだろこいつ。次世代のボクシング。さあこの中かな。いや、合ってる？ここで合ってんな。でこれどうやってタッチするんだっけ。タッチの仕方、分かってない。あれ？よし、オッケー。こんにちは、ローカルニュースの時間です。歌舞伎の王者ってのもあるね。
イベントに際しナイトシティは美しい数階建ての街のパレードで彩られることになります。まあここはいわゆるロードタイムってやつなんだろうな。お、明るい。ナイトシティじゃない、もう昼間シティだよ、昼間シティ。主催者は荒坂社ですが、なんと花子荒坂氏もこのパレードに参加することが公式発表され、よし、着いたな。どっちだ。 WNS ニュース一同、祭りの成功を心より願っています。これ字幕どれにつけるか悩むだろうね。 CM の後はサイバーサイコシスは果たして現実なのか、早く開けよ。お楽しみ。あ、いたいた。で、昨日のことについて。そう、なんかさ、あと、まあ、よく分かってないんだけど、まあ、サブミッション的なやつかな、なんかそういうので武器とかもあるのかな。ディルドソードみたいなのあるんだよね。よ、ジャッキー、待ってたな。フィー様のご登場だ。待ちくたびれたぞ。とにかく腹が減っちまってよ。ほら座れよ。これを食い終わったらセニオロベクターに会いに。そういえば昨日サプライズがあるって言ってなかった？それとも私の勘違い？なんだ、お前にしちゃよく覚えてたな。驚くなよ。実はな、とんでもなく割のいい仕事を見つけてきたんだ。仕事？まあそこまで大した話じゃないんだけどよ。紹介してきたやつの名前はデクスター・デショーンだ。ナイトシティ最高のフィクサーだぞ。あのアフターライフの太っちょブラックジーザス、正真正銘大物中の大物だ。それよりもね、俺箸が気になってしょうがない。まあいいや、仕事の内容は。で、仕事の内容は生きて帰れるんでしょうね。本人が直接お前に説明したいとさ、一対一でな。プレッシャーをかけるつもりじゃないけどよ、うまくいくかどうかは全てお前次第。なんで私なの？なんで私なの？あんたとティーバグで勝手に決めたんじゃん。ティーバグとデックスは付き合いが長いし、俺の顔も見飽きたらしい。あとはお前を見定めておきたいせいだ。俺はあいつの仕事だ。あいつが仕切るのはしょうがねえ。やり方が気に食わなくてもな、とにかく俺を信じろって。信じろね。デックスは一流のフィクサーだ。いや、もちろんハドレや若子を悪く言うつもりはねえが、とにかくデックスは別格なんだよ。わかるか？とりあえずあの箸をね、吸収した4本になってるね、これ。何気にフィクサーのことはよくわかってる。使い捨ての間抜けに仕事をさせたら死体を埋め立て地に捨てるだけ。言い得て妙だな。くったくった。お前の車を持ってきたんだ。スカベンジャーとやり合った時の傷もダチに頼んで綺麗に直したから。ありがとうジャック、助かるよ。さあ、ミゲルの呼び出してみるか。それこそ新車と見間違うほどだぜ。どうだか。これか。さて、そろそろ行くか。早速試乗してみましょう。さあ、運転席はこっち側。R2 アクセル、 L2 ブレーキ。まずはリパートクのとこか。あんま飛ばさないでくれよ。待って、眩しいんだが。ばっかだからな。俺もビグのところに寄るつもりだったんだ。ミスティとデートがある。それはそれは。ミスティとは。それとできるかな。フィーリングが合うんだ。できないな。あ、ここ曲がるのね。キキーッと。ついにチャンスが来たな。ビグに調整してもらったら。みんな逃げてる。デックスの件を話し合おう。さあ、リパードクと会う。撃とうと思えば撃てるんだよな、こいつらな。
もう自由すぎるんだよこのゲームは。ここの中かな。いやちょっと違うな、こっちじゃない、ここだ。はい、B、ドクターベクターが待ってるわ。俺はここで待ってるぜ、ミスティと話があってな。うん、どんな話だい。なんだか嬉しそうね。ぜははは、行くぞ。さあ、リパードク、一般的に行われてるとはいえ、サイバーウェアのインストールは危険を伴う施設であり、施術であり、資格を持つリパードクにしか行えない。ナイトシティには複数のリパードクが開業しており、さまざまなサイバーウェアのアップグレードを提供している。了解。久しぶりね、ビッキー。まだくたばってなかったの？相変わらず失礼なやつだな、B。それで、今日は何の用だ？そのサイバーウェアってやらもね。この間の仕事で、クライアントの神経ソケットにつないだんだけど、何か混じってたみたいで。頭痛や吐き気はあるか？光に過敏になったりは？その全部よ。わかった。じゃあ、早速見てみよう。で？まずはちょっとお話を聞いてみよう。新しいフィクサーから仕事をもらった。名はデクスターでしょう。アフターライフの有名人か。お前さんが出世したのは結構だ。何よ、何か言いたげね、ビク。隙を見せるな、それだけだ。デクスの噂は聞いている。見かけほどいいやつじゃない。新しい装備がいるの。実戦向きのやつ。視力強化系とグリップが欲しい。ずいぶん思い切ったな。あのデクスターでショーンから仕事を受けたのよ。メジャーリーグにふさわしいテックがなきゃ。なるほどな。確かにでかい話だが、当ててやろう。まだ金は受け取ってないんだろ。金ならあるって言ったとこだが、持ってないかもしれないので。心配しすぎよ、ビク。金なら利子をつけて返すから。今回限りだ。いいな。そこに座りな。リラックスしろ。こいつはキロシ工学。ここで取り扱ってる商品の中でも最上級の一品だ。繋いでみろ。どうやって繋ぐんだろうな。まあいいや。好きに見てな。その間にお前さんをスキャンさせてもらう。サイバーウェアの説明ですね。有機体の、身体組織に置き換える機械のことをサイバネティックインプラントと呼ぶ。まあなんかみんな強いからね、ヘッドショットしても知らないし。で、あ、そういうことか。これ強化するのね。なるほど。で、四角系と手が使える感じか。とりあえずじゃあ、四角系で。目ん玉ね。ただでゲット。ありがとう。で、手。これもなんか、ただでゲット。では。さっきも言った通り、マーク1は一級品のスキャナーだ。角膜にデータが表示される上、外部レンズの妨害機能まで内蔵されてる。あらゆる監視カメラに顔がはっきりと映らなくなる。だが気をつけろ。体は普通に映っちまうからな。こいつもいけるはずだ。キロシとも互換性がある。いつでもいいよ。始めて。よし、こっからが本番だ。そのメジャーリーグ級の腕をここに乗せな。
元気にしてた？久々だけど元気にしてた？ビクター。正直言って大して変わり映えのない毎日さ。だがそれでいい。俺も昔は駆け引きと馬鹿し合いの世界に生きてたもんだが。だが？ある日そういう生き方に別れを告げた。この街の伝説にはなれないだろうが、夜はよく眠れるようになったよ。うん、それでいい。まずは軽く麻酔を打つぞ。何か感じるか？いや、まあ、特に何もないかな。外すぞ、いいな。よし、それじゃ早速試してみるか。繋ぐぞ。最初は少し違和感があるかもしれない。視界がぼやけたり、多少ちらついたり。どうだ、しっくりくるか？こんだけ？もっと劇的に変わるやつを見たことあるけど。そうせくな、しばらく。で、人物のスキャン。なるほどね。様子を見ろ、次はスキャナーだ。慣れるまで少々時間がかかるかもしれんが、一度目の正直とは言わないだろう。徐々に思考と同期してお前さんの意図を読み取ってくれるはずだ。 NCPD のデータと連動するスキャナーも入れといた。ろくでなしに遭遇した時にそいつのろくでなさが分かるってわけだ。で、賞金首データベース。なるほど、賞金首見つけたらぶっ殺していいと。なるほど。どうだ、まさに魔法の目だろ。武器を構えてみろ。弾数と新しい照準が見えるはずだ。はいはい。見えたね。いや、照準はないね。さっき言った神経ウイルスは確認してくれる？とっくに治療済みだ。インプラントをつけてる間に回路をフルスキャンして駆除しておいた。完全にクリーンだ。保証する。サンキュー。最高だよビクター。なんて言ったらいいのか。投薬量はしっかり守るようにな。今すぐ2回、1時間後にもう2回だ。で、これは？軽い興奮剤だ。神経伝達を短時間ブーストしてインプラントの副作用を抑えてくれる。ではでは、さよならビクさん。ありがとうビク、オンに切るよ。いいってことよ、応援してるぜ。ただメジャーに行っても初心を忘れるなよ。なんだこいつは。なんかいたぞ。借金を返済する。ガードを下げる。どっちが勝ってるの？ヘルナンデスだ。ったく、昔だったらマローンはとっくにノックアウトされてるってのに。今じゃ地方戦レベルの選手ですら頭蓋骨を強化してやがる。衝撃の 75% も吸収して何がボクシングだ。昔の方が良かった？繁盛してる。それなりにな。戦争が落ち着いて荒坂はまた傭兵を雇い出してる。で、そいつらにはピカピカの最新インプラントが必要ってわけだ。ミスティがいてよかったね。あんたの愚痴も聞き流してくれる。
あいつに店を貸したのは正解だったよ。ナイトシティでの暮らしに満足してるやつなんてあんたぐらいのもんじゃない。ある程度の年になると幻想を捨てるようになるんだ。ずいぶん生きやすくなるぞ。ではさよなら。新規ジョブドライブ。さっきこのジャッキーが出てこなかったんだよ。ローン返済をポチッとしてしまったのが失敗だね。ダーリン、ハートチャクラの調子が悪いみたいね。私が浄化してあげる。でもネガティブなエネルギーと、とにかく赤いも。ヨウビ、お前がドクターといる間にデクスと話したんだ。車でお前のことを待ってるってよ。すぐそこのグラムスキーバーガーズの隣に止めてるらしい。わかった。ゴマを吸ってくるよ。さあ、そのデックスに会いに行ってみよう。デリケートな案件があってね。だからあなたに連絡したの。街でサイバー最後による襲撃事件が増えてる。よくある話だと思うかもしれないけど、私にとっては重要な問題なの。いろいろとあってね。実はサイバーサイコシスを直せると言ってる人たちがいるのよ。うん、馬鹿げた話に聞こえるのは分かってる。でも命を奪うよりその実験療法を試すべきだと思うの。今後サイバーサイコ襲撃の情報が入った時は連絡する。マックスタックが到着する前にあなたに調査してほしい。でも忘れないで、あなたを生かせるのは処刑させるためじゃない。襲撃者の動きを封じてくれたら回収の車を送るから。頼んだわよ、B。さあ、ということで、じゃあ、リムジン取りましょう。敵の無力化。ノックダウン。させるのか。敵を殺さずに無力化する方法はいくつかある。テイクダウン。非致死クイックハック。非致死武器。まあ、その他いろいろ、もろもろ。まあ、殺さないアイテムを使えばいいと。行きましょう。煙てえな、タバコやめろよ。ミス B、 あえて光栄だ。ネクスターでしょう。噂通りの体格ね。おい、出せ。本題に入る前に一つ質問がある。凡人として何の面白みもないしみったれた平穏な生涯を過ごすか、名を挙げて華々しく早死にするか、お前ならどちらの生き方を選ぶ。何かのテストかな。これは何かのテスト。この手の話が好きなだけだ。こういう謎かけが、ミス B、 存在論と言ってくれ。分かった。本題に入ろう。今でかい仕事に目をつけて、スカベンジャーの山がままごとに思えるほどのな。ちょっとね、今車の窓の外見えないと思うんだけど、 HDR の画面だと見えるんだよね。光って眩しいところが。すげえ。待って、こっちも聞きたいことがある。なぜ私を呼んだの。ジャッキーやティーバグでもよかったはずよね。わざわざ会う必要だって。古い考えかもしれんが、仕事をする相手は直に見極めたい立ちでね。ジャッキーとは知った仲だ。ティーバグには2年前に手を貸してもらった。今度はお前の番ってわけ。それにこの山の前に一つやってもらいたいことがある。まあその話はまた後にしよう。聞かせて。仕事の内容は？ある。試作型のテック。正確に言うとバイオチップがあってな。そいつを手に入れた。どうせ企業から盗めって言うんでしょ。あらさかからだ。何か問題でもあるか。別に相手が企業だろうと関係ない。こう、大した度胸じゃないか。お前とは金になる良好な関係が築いていけそうだ。何かプランがあるの。やるべきは二つ。まずはメイルストロームの連中の問題を片付けてほしい。次にこの山を持ちかけてきた依頼主と会え。簡単だろ。直接会って話したいそうだ。依頼主ってのは
どんなやつ？なぜ会いたがってるの？名前はエブリン・パーカー。一筋縄じゃいかない女だ。素性を探ってみたが。見たが？パシフィカの連中から連絡があってな。余計な詮索をするなと言われておしまいだ。ともかく依頼主は危険に身をさらす本人との面会を希望してる。つまり実行役とな。俺は広報待機。ティーバグは愛想ってものを知らない。ジャッキーはまあわかるだろ。残るはお前しかいないってわけだ。メイルストロームの問題というと揉め事でもあるの？このチップを刺す。ありがちな話さ。2週間前にイカれた連中がミリテク社のコンボイを襲撃して兵器を強奪した。ミリテクはメイルストロームが1枚噛んでたことすら知らないがな。盗まれた兵器はプロトタイプの戦闘ボット、通称フラットヘッドだ。まずはそいつを入手する必要がある。ボットなしではアラサカのチップを手に入れることができない。つまり俺もお前も報酬なしってことになる。つまりボット自体は使い捨てのおもちゃだ。とにかく俺はすでにボットを購入した。だが問題は話した相手がブリックだったってことだ。そのブリックはメイルストロームのリーダーだったんだが、同じギャング仲間のサイモン・ランドール、通称ロイスに引きずり下ろされた。俺と取引をした3日後にな。今じゃロイスがリーダーだ。すんなりとボットを引き渡してくれるとは限らない。おまけにもう一つ、ミリテクのメルディス・スタートって女が関心を示して。で、ああこれがどっちかな。こっちにしよう。企業エージェントが一体何をしてるの？さあな、レイのコンボイの件で躍起になって嗅ぎ回ってる。唯一掴んだ手がかりをトランクの中で丁重にもてなしてるらしい。さしずめこの女はコンボイに待ちぼうけを食らって、ひとまず怪しいと踏んだスーツ野郎を捕まえたのね。何も情報が得られず念のため身柄を確保してるだけ。盗まれた品を早く見つけなきゃ上の連中に合わす顔がないってところかしら。こいつは驚いたな、ミス B。 大した観察眼だ。この情報をうまく利用するといい、うん、もちろんそのためには女の情報が必要だ。リパーに行きなよ。今送る。新しいのを買えばいい。大体分かった。仕事にかかりましょう。頼もしいな。エブリン・パーカーとの面会は手配しておく。フラットヘッドの件は任せたぞ。それともう一つ、平穏な生涯と栄誉の死、どちらを選ぶ？また会おう。死ぬよりはね、平凡な生活がいいでしょう。さあ、クレド、特定の行動を取ると、ストリートクレド、すなわち人々からの信頼を獲得できる。評判を上げれば新たなチャンスが訪れるかもしれない。さあ、新たなエリア、カブーキー。ジャッキーからの電話だ。ジャック、デクスと話したよ。なかなかの大物だったろう。いろんな意味でな。まずは私たちの力量を見極めたいんだって。メイルストロームとミリテクのいざこざに巻き込まれた感じがしなくもないけど、メイルストロームが軍の戦闘用ボットを盗んだの。デクスはそれを買い取ろうと金を払ったんだけど、直後に組織のトップが入れ替わった。ああ、その件なら聞いてる。ロイスとブリックがやり合ったんだろう。まあそんなとこ。ネクスはロイスと話せと言ってる。あとミリテクのエージェントの情報もくれたけど、彼女が役に立つかは未知数ね。なるほどね。それともう一つ、この件の依頼主エブリン・パーカーに会わないといけない。そりゃデクスの仕事だろ。あいつは何してんだ？リムジンで姉ちゃんをはべらすだけか？クルーと直接会いたがってるから私に決定。まあ、考えがあってのことなんだろう。で、メイルストロームとパーカー、どっちから片付ける？まずはメイルストロームかな。まずはメイルストロームね。すんなり行くとは思えないけど。わかった。
俺は一足先にオールフーズに行くか。現地の周辺を探っておくぜ。また後でな。ドライブ完了で、ジャッキーに会う。これどうかな、出していくのかな。ヘイジャッキー、とりあえず待ちくたびれたぜ。どうなったか聞かせてくれ。レックスはもうメイルストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかよ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか。お金はない。相手はメイルストローム、簡単にはいかないでしょうね。ギャングの世界はシンプルだ。力が正義、弱肉強食が全て。やるかやられるか、それしかねえ。じゃあ早速虎穴に入るか。よし、行くぞ。ちょっと待って。間違った。分かった。準備ができたら行ってくれ。行きましょう。行きましょう。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。オールフーズのゲートに行く。兄、私の車で行くと。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒でしょ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかがはっきりしてる。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。なんかお金欲しいな。お金 B 行けよ。挨拶しようぜ。さあゲートに来た。インターホン、これか。誰だよお前ら。開けろ。いいからドアを開けて。お前らアポは取ってんのか。そんな話聞いてねえけどな。ネクスに言われてきた。ロイスはメインルームに来い。待ってたぞ。さあということで行きますか。いい場所だ。観葉植物が足りねえけどな。たくよ、これじゃあ要塞と変わらねえな。しかし食品工場にしては過剰な防衛設備ね。全部例のコンボイから奪ったんだろう。間違いねえ。死体にたかるウジ虫みてえにな。ロイスについてどこまで聞いた。レクスから少し。ちょっと特殊なやつみたい。アイテムはきっちり回収していくスタイル。お、なんかある。おいおい、嘘だろ。ここは街のど真ん中だぞ。あいつら戦争でもやってるつもりか。ジャック、嫌な予感がしてきた。ああ、こいつらがただのチンピラじゃねえことは確かだな。対人地雷、思考生産だね。いい趣味してる。大げさだな。完全ばっかりだな。エレベーターに乗れ。早くしろ。落ち着け。ビビらせようとしてるだけだ。きっちり回収。これ合わせなきゃ取れないのがちょっとうざいな。冷静にな。相手の縄張りだってことを忘れるな。で、何の用だ。ボットよ。モデル MT0D12、 通称フラットヘッド。それが何だってんだ。ああ、ブリックに代金を支払ってやる。私は受け取りに来ただけ。必要ならロイスと直接話をしてもいいけど。いや、俺と話せ。俺はダムダムだ。座れ。
そこのソファーで。なんでダムダムってパンダみたいな名前しやがってよ。ほら早く続き座れ。お前もだ、デカブス。俺はいい。何かぶつけてやるんだ。ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛をぶち込むぞ。ジャック、座りなって。ろくなことにならねえぞ。くっそ。さて、ケーキ漬けと行こうじゃねえか。ほらよ。中身は？スキーフだろ。やべえ代物だ。試してみろよ。マジでたまんねえんだ。ほら、吸えって。遠慮しときます。遠慮しとく。すまんねえ女だな。真面目かよ。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。 確認させて。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをレイブンで操作可能。さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら酔い止めが必要になるね。気に入ったか。まあもらっておきましょう。ええ、もらってく。はあ、そいつはよかった。クレジット見せな。ブリックに支払い済みよ。ブリックなんてやつここにいるか。いねえよな。はあ、勘弁してよ。2回も払わせるなんておかしいでしょ。おかしいかどうか決めるのはお前じゃねえ。俺が払えっつったら黙って払うんだよ。とにかくこいつが欲しければまずはエディの店だ。ちょっと値引きしてみましょう。よっこしょ。一度手に入れてるんですよ。割引してくれてもいいんじゃない。たっぷりとね。割引だ、ふざけんな。そういや、誰の使いか聞いてなかったな。お前のボスの名前は。デショーン。デクスターデショーン。デクスターデショーン。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。テクダーン。やめやがって、毒サレ女が。お前はもう、しっかりと、励みとってやれんじゃねえか。死ね、どうか。当たれ当たれ。よいしょ。いや、ヘッドショットしてるだろ。おい、しゃ、ほら、よっしゃ。くそ、閉じ込められた。リー、ボットと操作用チップを回収しろ。アイコニックアイテムのアップグレード。新たにクラフトした場合はオリジナルを破棄。まあよくわかんないな。なんとかしてここから出ねえと。よっしゃ、ゲッツ。何これ、反射してるってこと？すごよし。あ、まだだ。こいつもらっていかなきゃ。ボットとチップ両方取った。
行くぞ、急いだ方がいい。まあ、確かにそんな雰囲気だね。フラググレネード、ガジェットの装備はインベントリーで割り当てる。ここでよ、早く新鮮な空気が吸いたいぜ。まあどうせ急いだところでね、来ないから。どうせにく吐き気がするぜ。処理用のコンベヤね。肉は好きだと思ってたけど。本当にここを行くのか。佐藤は？これなんだ？遠隔テイクオーバー。まあいいかな。あれどこ行きました。アイテム拾った間にどっか行っちゃったよあいつ。ああどっから行ったんだよ。ここかよ。いしょ。どこ行った？監視されてるぞ。気をつけろ。いるのは分かったのじゃ。気をつけろ。インベントリーで武器変えれない。これちょっと拾った武器とかさあんじゃん普通に。アサルトライフル、これいいな。ノバ、あリボルバーか。これにしよう。でもう一個あるから、こっちにはどうしよっかな。これつけとくか。隠れろ。いいぜ、ほら。当たれ当たれ。
せい。やるな、ふざけんな。しゃあ、ああ吹っ飛んでる。爆発で吹っ飛んだのかこいつら。はい、ふん、雑魚が。そう、やっぱね、いいね、この爆発物いいね。ああ、ちょっとカメラやめて。よっしゃ、頭吹っ飛んだ。あっ、よっしゃ、さすがだぜ。お前も倒せよ、マジで。あ、なんかいっぱいある。しゃあ、マジね、爆発物強えわ。よし、行くぞ。あと少しだ、出口は近いぞ。求めよ、さらば与えられん。これじゃねえな。あ、ちょ、ここダメダメダメ。せいよら。しゃ。気をつけろ、グレネードだ。あ、俺食らった？大丈夫？いけよら、ヒャッハー。死なせてくれや。やめて。グレネードだ。俺もグレネードだ。おら、やった。どこ行った？こっか。回復アイテム足りなくなるんじゃない？これ。あっ、あっ、死なせてくれよ。危ない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 、俺が死ぬ。じゃあ助けろ。あっし、アサルトライフルダメだな、あんまり強くねえ。これ強いわ、これいいな。マウスだったらいいかもしれんけど、パッドだとやっぱきついな。一発が強いやつがいいね。さて、あとアイテムは、フラグ落ちてないかな。アイテム開始、スナイパーライフル、それもいいな。は、ちょっと待て。いや、目ん玉いっぱいなかった、やばくね。大丈夫？これなんなん、これ。爆発すんのか、撃ったら。下手に出ず、借りを作らず、企業とのしがらみもなしにフラットヘッドを手に入れた。100点満点だったぜ、ディ。その通りね。俺が言うんだから間違いねえ。お前もだいぶ分かってきたな。
ジャッキーがね、あんまり戦ってくんない。しかしよ、この町は最高だ。数えきれねえチャンスと混乱、憎悪で溢れてる。だが根性があって、それを生かす方法を知ってりゃ、どんなことだってできちまう。鉛玉を食らわない限りね。そん時は派手に散りゃいい。町の伝説として語り継がれる。永遠に生きれるんだ。で、これからどうするんですかね。これからどうするの。どうするって？ミスティンとこに戻って命のありがたみってやつを堪能するのさ。生きるか死ぬかの戦いの後はそいつに尽きる。死ぬかもって本気で思ったの？いや、そんなんじゃねえけどよ。無事でよかったってだけさ。さて、デクスへの報告は任せたぜ。じゃあな。さあ、そんなわけで。仕事は進んでるか、ミスビー。ボットを手に入れた。ほう、問題なくいったのか。それとミリテクはどうした。それが代金を支払い済みだって言っても、ロイスは聞く耳を持たなくて大変だった。ではどうしたんだ。コーポの女を利用したのか。ミリテクの協力なしで進めた。危険だと思ったから。ではどうやってロイスからフラットヘッドを手に入れたんだ。私が知ってる唯一の方法、力ずくで。大した度胸だ。エブリン・パーカーとは会ったのか。まだこれからよ。そうか、パーカーと会わないことには始まらないからな。彼女はリジーズバーにいる。任せたぞ。どこだよ、そのリジーズバーって。あ、ポイントが結構あるね。18時から6時の間にリリースバーに行く。そんなわけで、じゃあ、まあ、今回はね、キリがいいので、ここら辺にして、また次回遊んでいきましょう。よかったらね、ぜひ、コメント、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回は、この辺で。